第39期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。解説は引き続き瀬戸熊直樹プロが務めます。瀬戸熊プロよろしくお願おいい願いたししまます。す。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグでは、第2回戦を開始してく1ださ回戦勝敗の開始です。立会人友竹正治の合図によって対局が開始されます。ちいちゃから三浦、南茶古橋、シャー茶柴田、ベイ茶明石の並びです。ドラがローマン。先ほど最後に古橋が上がりを決めて一人行きのトップという1回戦でした。三浦の親番からスタートしております。ドラがローマンで三浦がドラドラだったでしょうか。そうですね。そして古橋が白が統一。こちら柴田は一目ズゴロチが見えています。明石も単品桂まで行けるか、1通などもあるか、こちらですね、注目ですね。さあ、1戦目を終えてのポイントが上に記載されておりますが、瀬戸熊プロ、1回戦ご覧になってどのような印象を受けましたか？そうですね、まだちょっとね、誰が抜け出すか分かんないですけど、間違いなく古橋さんだけ気分いいです気分いいね。ですね。23ですよ、もう。23ですね。ということは、トータルもプラスになりますからね。まあ、ここから置きに行かなきゃいいかなと思でも瀬戸熊さん見てるんで、それはないじゃないですか、やっぱ伸ばしていこうみたいな気持ちになるんじゃないでしょうか。明石の手も育ってきまわあ、し来た来た来た。た。さあ、こちら三浦これ、がシャンいいポシャン狙っ点。てますね。このナン危ないんじゃないかな。古橋のもとに難が1枚、はい。山にも難は1枚残されています。ちょっと危なっかしいな、ナンが。明石がかわしていけるのか。スーマの方はつむぎです。ドラがローマン。三浦さんもね、ナンが切れる前にリーチ打ちたいそでうしでょうすね。ね。現在はションパイ。まあ、もちろんね、ウッパーソ待ちになれば OK ですけど。今ここで何とかもあるんですか？それ今は、のですか？さすがに狙やいり目すになぎるんでですか？ね。次、ここで何難はありますよね。1枚切れたんで。さあ、イーシャンテンの、リャンシャンテンの証です。間に合えって思ってるでしょ1枚切れたところ。う。ね、あれ、ナンが1枚早く出てると、そう3でピすンとどめるね。人もいるんですよね。それで、数ワン切っといて、ちょっと、メンツを構成を変えるっていう。さあ、柴田がやってきますよ。いいの引きましたね。徐々に手牌が育っています。親の三浦に注目が入っていましたが、どうなっていくでしょうか。こちら。1、2、3は見切り。ジャン島がない形。お、来た。2面、2面。来ましたね。明石がイーシャンテンまで。古橋は白が統一で場に1枚切れ。さあ、ちょっとお休みみたいな曲ですね。2枚目の白ポンすらしたくないでしょう、ももう安全牌としう。て使うわけですか。1000点ですからね。この白ですね。泣きませんね。そうですね。まあ、泣く人もいるでしょうけど、このルールだと泣くことによって、やっぱ危険がね、増すんで。じゃあ、もう一個なんかペイとか統一だったりとそうかすでればすね。まだ。さあ、これで柴田が選択です。ゴロチですけど見えてね。きました。イーシャンテン中。だから、まあ、パワー1よりは E1、3ワンの方が重なりやすいって読みましたね、今ね。柴田の思考。こういう小さは泣かないですよね、まだ。柴田さんですか。そうなん確定ですしますね。けどさすがにね。2000点ですからね。これうまくいくと3000、6000まであるんで。大物手ですもんね。来た。さあ、すっぴん引き入れた明石がまずは、テンパイウッパーマン。時間がかかっていや、る三もう浦。さっき ちょっと言ってんこしゃんこして、きました。これポンかな、なんは。したくないけどな。やむなく。なんか上がりみたいですもんね、まだね。ドラ難ドラなだくってことは、上がりはもうな見いです込めかならいね。ですもんね。時間がない。ハイパイとほとんど変わってないですよ。この順目まで来ましたが。これは面白くないな。一さあ、個テテンンパイパイ。はスッチーマン。スッパーワンスッチーワンだ。スワンもダメだ。
当たり牌が数万になってしまいました。柴田は3色が崩れた手牌、ピンフドライチ、うん、お倉さんうまく回ってきましたよ。白鳴かずで白の統一に手をかけています、はい、古橋もいいシャンテン、三浦は泣いて数万が報酬となると結果的に嫌な感じですね、うん、ピンフドライチ2000点、まだ点はまだいいですけども、まあね、2000点なら、はい、まあツモはやっぱあんだけ効いてないのがちょっとね、そうですね、今後不安ですよね。あれが何が早くね、はい、一巡でも切れてくれていれば、うんね、ただ効いてないんですよね。なるほど、じゃあ上がりは厳しいわけですね。ドラ嘘です。ハッシュ九種から流すことができます。このルール、はい、はい、ハッシュです。第1第1層から自然に手を組んでいきます。先ほど上がりを決めた柴田、一メンツ親でハッシュが一番絶望的ですよ、はい、なんでなのと子供のハッシュはまだ許せるけどでもなんか遊ぶに遊べないしストレートに手を組もうかなと、はい、うん、瀬戸熊さんは九州だと流す方ですか？僕は意外と流しますね。十種は文句なくいきますけど、ただドラの絡みとかありますかね。ドラの絡み、ドラが端配だったりしたら行ってもいいかなみたいな。あ、使えるしみたいなことですか。確かに単妖系のドラだと打ち出さなきゃいけないし、はいね、高い手も実りそうですもん ね、周りの。さあ三浦がいい、形はいい、ただ親番で九州はほとんど行かないですかね。うん、条件がある時ぐらいで、はい、さあ柴田はピンズのもいつ、もいつもしくは3個、はい、イーワンもシャーも1枚切れだ。赤石は2メンツ、ここがいいですよね。いいです。初があんこでドラ1枚ないぞ。古橋はちょっと遅れは取っているが、はい、来ましたよ。これで本一だ。捨て牌はどうですか？結構目立ちますか、はい、ただね、シャア2枚目ポンせざるを得ないんで、そうなると、はい、おお、すごいの引いた。来ました、広い、ね、来ました。リャンパッソー、リャンピンスピンマンめちゃくちゃ広い。次こそは、次こそは上がりましょう、はい、嘘を引きたいですね。はい、嘘最高ですね。嘘最高、迷いなく、はい、リーチですよね。リーチです、はい、2000% リーチこれってリアンソーやパーソーでもリーチでいいですよね。リーチですね、普通にリーチだと思います、はい、さあ柴田も、はい、こちらピンズの本一、これリーチしなかったら一生リーチする手こないですね。はい、はい、リーチです。リャンソー引いてのリーチはリャンピンスーピンでした、はい、まあね、オーラスとかだったらやめてありますけどね、これはリーチですね。今イスチッソーの、はい、やめてにしてからのみたいなのありますかね、はい、まあそこはあるけど、それだとは先に上がりが入っちゃうそうなんで、はい、それはやってないですもん ね、 そうですね。リャンピンスーピン、待ちにはさすがに自信があるんじゃないでしょうか。ただ筋にもなったスーピンが、おお、いいですよ、はい、いいお知らせです。スーピン山々、あ、リャンピンか、リャンピンなくなっちゃいました。スーピン1枚あるだけ、そしてスーピンが2枚、三山のリーチです。 3しかないんだ。はい、三山しかございません。ただ出る可能性はどうでしょうか。これだって柴田さん伸びたら行くもん、ね、ええ、明石もいいシャンテンですからね。ここも来たよ、ここもくっつきだ。どれか勝負ですね、三蔵筋、筋を追ってくっつきの形、はい、ただウーピン出る可能性があるのか。はい、ウーピンは補充です。もウーピンくっついても弱いな。あ、これならいいんじゃない。闇点ですか一回。いや、リーチありますけどね。闇点でした、はい、ウーピンと白のシャンポンして闇点だと危ない。あ、白、白ここにある、柴田の元にあるがゆえ出る可能性が大。さあ、赤石はうまく粘っています。いいシャンテンキープ中。
数万は現物ですのパーソンが少し目立ちました。これは一回吐くかな。ローマは現物ですよ。あ、そっか。はい。粘った。粘ったけども、危うい柴田。うん、上がりたい三浦。うわ、イスジソ先。なんと、古橋の上がりが先にあるのか。ただ2000点だ。はい。あ、古橋に宝珠でですか。はい、2000点宝珠。はい。リャンウーピンスーピン。リャンメに変化。あらおおおおおおお迷いなく吐く切ってきましたよ。まあ打点がなさすぎるってことですね、はい、あとトータルプラスになってるってことが、はい、あ、高天杯だ。天杯関数ピン切れてサブロッソ単4ピン風トライ値高め3色ですよ。3色だ。サブロッソ3層が高め、すごい。いやー、明石の粘り込み。3ピン数ピンと引いたね。はい。あ、これで吐くだ。吐くが通るようになりました。はい。ローピン強いね。ええ。ローピンは強い。さすがに目立った。明石が目立ちます。あ、三層危ない。大丈夫か。さすがに目立ったでしょ、今、ローピン、ま。目立ちましたけど、三層高いケースは。めっちゃ目立ったよ。変に粘ると。これはローピンだね。これはローピンです。はい。ローピン一旦。一旦ローピンです。はい。あ、三もあるけど。この後危なくはありますよね。まあ、そうですね。天杯取った時3。おー、ローピン、ちょっと待ってください。あら、これは天杯だ。天、はい、ペン3ピン？はい。これでもペン3ピン、はい、サブロッソリャンウーピンスーピン。3ピンは3ピン0ゼロ。あ、この3層は明石が上がりとなりました。単4ピン風3色ドライチ8000点。テンポを入れたがゆえにいい粘りを見せた古橋ですが、結果宝珠いかがでした。今の一曲トータルマイナスになりました。かしこまりました。また1から始まりましょう。あれちょっとな、今だってシャンポンで押してれば上がりですからね。ウピンとハクで、はい、はい、ただローピンは切ってない。リーチ、あ、リーチは打てないか。やっぱりリーチハクのみじゃ一旦耐えましたけどね、ウピン切らずの。いや、確かに明石さんローピン強すぎなんですよ、はい、でもとはいえ、はい、まあ、とはいえですよね、何点なのって感じですね。三浦さんもショックですよね、あれが上がれないんだ。そうですね、俺また上がれないんだと。俺のリアンミスピーどこ行ったんだと。しかも結果4人天杯まで来ましたからね、はい、おお、手配はいいですよ、はい、ああいう宝珠って瀬戸駒さんはどう考える、はい、結構反省はするんですか。やっぱ明石さんのローピンをどれぐらい評価するかですよね、はい、そこの一点なんですよね。まあ打ち手としては明石さんのこの結構、はいはい、ね、強い牌来ると天杯濃厚かなってイメージの選手ではありますが、はい、うん、あとはその自分がね天杯即利打ったケースはどうなったかなとかもあったんで、はい、ありましたね。まあ逃したと考えれば、はい、もう完全やめがね、はい、あの正解でしょうけど、ただね親番だしな、はい、親番がゆえの補助になったことでしょう、はい、さあ、まあ、明石が警戒にポンを入れていますな。これは広いね、フラさん怒りのリーチ挽回のチャンスです。打点上げたいです。でもここもいいですよね、はい、両面両面ぶつけてきそうですね、はい、明石はまだこちらはどうですか。うん、あと一つ二つ、皆さんきついな、この曲は。どう怒りのリーチをかけられるか。ああ、6チップは見えますね、これで。来ました、3色のイーシャンテンに。はい、ドラビ、あ、来た、先に、サブローピン。サブローピンのリーチ、先生が柴田です。リーチピンフドラ。古橋さんね、打った次の曲だけに行きづらいんですよ。特に。行きづらいから、ペイに手がかかる可能性がある。でもこれ、自然にペイでもいいです。パースト現物です。そうですね、ペイもありますよ。はい。ペイもある。6万勝負できるんだったらファーストを切っといた方が柔軟です。これは勝負するってことですかね。そうですね、上裏受け駒はまだ残されています。急走の方を処理していきます。
サブロピンつま上がり、これは嬉しい。リーチピンフツもドライチ2600ホールのつま上がりとなりました。古橋勝負手実らず。ここは親番の柴田が一つあーのものにしました。ちょっと顔色暗かったですね。そう、メンタル面では古橋選手って強い方ですか、はい、どうなんですか、どうですかね、はい、ただね、まあ、そんなに強い方じゃないけど、ただ仕事は本当すごいきちっとこなしましたね、僕すごい、もうすごい評価してて。あ、そうなんですね、はい、結構古橋さんいろんな仕事されてますもんね、はい、あの細かい仕事とか小さい仕事は、はい、古橋さんと今野さんは本当に安心して任せてます、はいはい、どちらも A 型ですかね、はい、マージャンプロって結構ズボラな人が多いんだけど、はい、この2人だけは、はい、業務連絡とかあの細かいミスとかもなく、はい、全部すべてこなしてくれるんで、はい、絶大の信頼多いと。なんか企業様に対しても結構こう、はい、出せるような選手ですよね。だからどうなんだろうな、まあ、ただねそのマージャンってやっぱ気が強ければいいってもんでもないんですよね。うん、意外とその臆病にびっくり、おっかなびっくりやってる方がうまくいったりすることも多いんで、ちょっと意外でした、はい、それは。なんかこう強く見せた方がいいのかなとか思いましたけど、はい、さあドラ引きです。瀬戸熊さんはそのメンタル面で普段から鍛えたりとかはしてるんですか、ね、いやもう慣れですね多分ね。うん、あとはその例えばこういうリーグ戦とかタイトル戦で負けた時に、はい、めちゃくちゃ悔しい思いとかするじゃないですか、はい、すごい悔しいです。でその敗因が誰々にイライラしたとか、はい、自分のやったプレーに、あのなんかそれを引きずってたとか、はい、そういう経験を踏まえた時にあの悔しい気持ちを考えたら、はい、この人にイライラすることは損だなとか、はい、そう思えるようになると大抵のことにイライラしなくなるし、まあ、別にここでカッとなってあの悔しさを味わうくらいだったらこらえようとかなるんで、はい、まあ、その経験ですね。我に返って一つ、はい、やっぱありますもんね、麻雀ですから、はい、この打牌でこうなっちゃったとか、まあ自分がそっち側になることもありますしね。まあ、ありますよね、はい、理不尽なね、さっきの三浦さんみたいなね、はい、三面ちゃんって打ったのに、はい、なんかありえないです、最後の3ピン持ってきて漫画を放送したとかね、はい、まあ、そういう部分が面白い、はい、ただそれでカーッとなっちゃうとこの後すごいことになっちゃうんで、はい、まあ、そこはもうしょうがない、割り切るしかないね、まあ、それも経験だと、はい、そうね。さあ今局はどうですか、親の柴田連チャンなるか、現在リアンシャンテンの形です。そして三浦、はい、一通みたいですね、はい、ん、古橋が仕掛けは、うん、2枚切れなんですよね、2枚切れとなると苦しいですね、はい、うん、お、来ましたよ柴田が勝負手リアンシャンテン、二刺しの3色が見えてきます、はい、ただイーペイコーもあるんで、C1 から引いたときは選択ですね、はい、どこのターツを払っていくか、はい、そして三浦もチーマンチースを引きました。こちら、あ、ここでペッペー単品系、はい、まあ、スーワンはカバーできるってことですね、はい、カンパスのテンパを入れていきます、はい、親の現物です。これは怖いですね、仕掛け788から泣いてるわけですもんねそうそうそう、これはドラドラ見えますね、リャンピン早いですし、はい、ドラドラに見えますね。実際はドラはないんですが、うん、周りの警戒度は高そうです、はい、うん、来た、柴田は勝負手になっている、闇点もあるな、三浦さんに注目が集まってるんで、隙は待ちになったら闇点ありますよ、はい、いつそうならばリーチと、はい、これ間違いすると役がなくなってしまいます、役なくなっちゃうんで、まあどうするかですよね、はい、はい、もうちょっと深い順目だったら、まあ、短期でコロコロできるんで、はい、急走切りありましたけど、順目的にはまだ上がり、はい、締め付けたいですね、上がり見てますよね、まあ、親の現物ってとこも大きいでしょう、はい、
親も来てる模様ですからね、はい、これドラドラに見えるな。多分そういうのを狙っての地位ですね、はい、古橋もいいシャンテン中。三浦に警戒が入っているところで、はい、小山諦めていません。あ、そう、積も上がりとなりました。最後の一枚を積もった三浦、はい、1通手が空きました。安かったですね、はい、皆さん予想より両半低い手牌が開きました、はい、ただ実際親の現物でしたし、はい、うん、そうね、ドン4局に入ります。明石の親番、はい、趣味はスポーツ観戦、軽い筋トレです、はい、うん、うん、ドラが3番、のらりくらりと打つことでこのリーグを堪能したい、はい、なんか焦りもなくていいですよね、はい、なんかこうじっくりと。ソーズの本一、赤石さん1個だけ競技部から、はい、直してもらったとこがあって、何ですか、気になります。何ですか。点数申告の時に、はい、一本場で2003球引きました、はい、小笠原さんはどういうコールをしますか。つも2003900は2104戦、はいはいはい、赤石さんはつも、はい、2104戦っていう短縮しちゃったわけですね。赤井さん、それちょっと直してください、一応そこだけお伝えしたことがあります。気持ちはわかりますけどね、必ず本番入れて申告し出すんで、赤井さんは省略したから。そうそう、でもやってるとあのロン3級とか言われる方もたまにいますし、例えば1000、2000だったら、つも1100、2100は分かりやすいじゃないですか、はい、でこのルールはやっぱ2003級が存在するんで、はい、すごい混同するんですよ。一瞬、え、どんな点数だっけと。それをなんか直してもらったことある。でももうじゃあしっかり直されたということなんですかね。多分直ってるんじゃないですか、はい、もう直ってなかったら僕笑っちゃいますけど、赤石さんはもう一回それ直してくださいって言うしかない、はい、で若石さんもこの去年A2 リーグ戻ってきて、はい、久しぶりの放送とか初めてレベルだと思うんですけど、はい、うん、最初結構いろいろ注意されたと思うんですよ。そうですね、灰をきれいに並べてくださいとか、はい、かなりもう安定直ってまいりましたね、はい、結構長年打ってるとそこを直していくっていうのも難しい、まあね、はい、ことですよね。瀬戸熊さん、もともとこの放送になる前からはいとかは綺麗に並べる方でした、あの上下ですか、はい、あ、僕並べない方です。並べない方、 あんま気にならなかったで、でも今は綺麗に並べられてますもんね、まあ、今は視聴者の方もいるんで並べますけど、はい、やはり昔観戦できた時とかは、はい、やっぱり見てると並べてない方結構いましたね。そうですね、あのぐちゃぐちゃにはしてないですけどね、はい、上下は揃えてない時も結構ありましたね、あのただ整ってきたら大体揃えてましたけど、はい、この序盤のあたりがまだ反対向いてるのが 2個ぐらいあったりしますけどね、はい、まあ、最後ね手が開いた時に綺麗に並んでいればと、はいはい、さあもう局面がだんだん煮詰まってきましたか。さあこちらに差し、そうですね、あと僕縦切りしたいんですよ本当は、あの手配からあのつも切りじゃなくて、はい、手配から切る時に縦切り、はい、縦切りにしたいんで逆さに置いてないと、あ、出た時に正位置に入らないんですよ、はい、あ、なるほど、そういう意味で逆さに、はい、そういう意味で逆さに置いてる時ありました、だってこっちは自分しか見えないから、はいはい、逆さでもいいと思ってますよ。表に出た時に正位置にすれば相手見やすいと思ってるんで、はい、なんでわざと逆にしてる時ありました。うーん、あ、そういう思考もありますね、はい、今は正しい位置から縦切りしちゃうと逆に向いちゃうんで、はい、あの正しい位置からこう置き切りになっちゃうんですね。縦切りが封印されてしまうと、そうするとちょっとかっこ悪いんじゃないですか、はい、だから本当は縦切りしたいんだけど、そのジレンマはちょっとあります。なんか小島先生とかも綺麗に、はい、あの牌を向き並べたりとか、ね、はいはい、まあね、それは放送とかいろんなニーズによって変えていかなきゃいけないなと思うんですけど、私は全部もうお気切りで統一しております。ああ、テンパイ。さあ、テンパイ。これ見差しにしたいな、拒否したいけど、あ、でもまあこうしといて一通変化待ちですかね、
現状はイスピのピンフテンパイ高めたんやを、はい、さあ明石が仕掛けを入れました、はい、スッチソのテンパイです。タンヤをドライチ、サンマが流れていく。ドラドラ、はい、刺し子が見えている古橋のポンか、チューンはポン、はい、これでチューンドラドラ上がりきれるか。イーシャンテン、なんだ9ピン、はい、古橋さんだけちょっと遅れてますね。はい、ちょっと警戒しなくてはいけない状況になってますね、はい。ナンは一応共通安全牌でここで使いましたね。はい、キューピンも場には見えていません。ポンだ、ドラポン。3万も泣けました。柴田さん3万切ったんですね。はい、テンパってましたからね。嘘テンパイです。うわかぁ、フラッシュ折り切れるか。うわ悩ましい。待ってください、どこが安い。やっぱどう考えて も柴田さんは安い。はい、赤井さんドラ1枚、三浦さん3枚。はい、親にもでも打ちたくないですもんね。はい、親にも打ちたくで。瀬戸コンさん何選びます。まあ三蔵なりそうですかね。三蔵かローソー。ローソー、三浦の現物ローソー。はい、1つになった。1つ変化でリーチまで考えているの か。E ピン3切れ。いくか。リーチ、うん、ドラを切って最後まで切ります。柴田、イスチピンに変化です。リーチ来るってことは結構打点ありますよね。はい、なんか打点が上がった感じがありますよね。ピンフのみではない。ええ、イスチピン対リャンウソ対スッチソです。ぶつかったね。勝負の時完全ぶつかった。三浦さんも EP は止めれないでしょう。はい、ラスト EP はうわあっけなく積もられました。はい、三浦の上がりとなります。チュンドラさん23,900です。さあ三浦が上がりきって親番を迎えます。三浦さんってこの安定的なタイプじゃないですか。はいはい、そうですね。展開みたいなのは気にしたりするタイプなんですかね。どうですかね。うん、まあ一応いろいろ深い思考を持ちながら打ってると思いますね。はい、ただやっぱり手牌に忠実に打つタイプなんで、はい、うん、まずは手牌と相手との距離感。はい、南極、こちらの形をもらっています。まあ間違いなく今油乗ってる打ち手だとは思いますね。はい、注目の高い選手、うん、周りからの評価も高い選手です。最強戦とかも出られてましたもんね。はい、そうですね。なんか黒木さんに記事にされてたりしましたね。1枚いけなかったのね。1枚いけなくて負けたんですっけ。はい、で SNS やられてるんですけど全く更新はしないと。ああそうですねはい結構瀬戸熊さんはこう視聴者の下の絡みとか、はい、SNS っていうのを大事にされてますよね。そうですね、やっぱりまあね、応援してくれてる人に対しての、はい、まあ、感謝、そういった形でしかちょっと伝え方がよくわからないんで、うん、やっぱそのブログでこう、はい、今のリーグ戦に対する気持ちとかいうのを見れるのは嬉しいですけどね。さかしが単葉系、三浦が白のポン入れています。1枚目からの泣きです。昔はね、はい、ゲストします、イベントしますって告知するの大変でしたけどね、はい、本当に今結構ねいい時代になりましたね。まあ、そういう場面も増えましたしね。はい、だから SNS は少人数の共通のコミュニティを展開するには一番優れたツールじゃないですか。うん、それで、まあ、SNS が発展することによって、はい、これだけね、この趣味とかに対して好きな人がいるんだとか分かるようになりましたよね。はい、服装一つとってもそうだし、食の好みとってもそうだし、そうですね、その応援の言葉が届いたりして、こう思ってくれてる人がいるんだ、はい、頑張ろうとかも思えたりしますよね。はいはい、さあ親の仕掛けが入っています。うん、白ポンドラがいいそうで、今最終手出しがリャンソーです。黒橋さんはマンズのホイツ、マンズのホイツだけど、おたおたですね、おたかぜですね、両方。そして明石がこのテンパイ、関数層ですが現状役なしでなんかと、はい、まあ手代わり3個ありますからね。はい、
何本するかどうかですよね。しないこともありますか。はい。起きた。さあ、イーシャンテンまでやってまいりました。アツカチュン。三元杯が見えてないから気持ち悪いんですよね。白のポンを入れているムイラ。でも勝負手ですからね。まあそうですね。ハツを切ってみました。泣きは入りません。はい、さあ、古橋も来ましたよ。これでハツ合わせてくれると楽ですよね。はい。はい、三元杯が、はい、見えなくなったと。パマン、出るか。出ました。両面チーはせず。ポイントのみですからね。はい。なかなか。チュンがここに統一。関数素役なし。手が一向に進みません。また満足を切るのかどうするか。34,700点の親番中。だから映像対局だと三浦さんのこういう仕掛けとかは僕は参考になりますね。おお、親だとはこういう仕掛けもあるんだなってやっぱ分かりますもんね。ええー、ちょっと遠い仕掛けですよね。ちょっと遠い仕掛けするなみたいな、はい、それはやっぱデータの一つとしてやっぱ吸収するんで、はい、ちょっとこれは周りに警戒させる位置が、はいね、はい、だから親の仕掛けとしては分類としては A2 リーグでいうと、はい、三浦さんと白鳥さんと内川さん同じカテゴリー入っていくので、はい、そういう分類の仕方はしますね。和久津さんも仕掛け多いかなと思うんですが違うんですね。カテゴリーとしては和久津さんは仕掛け多いけどちょっと違いますかね。さあ柴田もチュンのポンを入れています。そして三浦が白の果敢、はい、あとは本一を好きな人のカテゴリーができたり、はい、チート一多めの人のカテゴリーができたり、そういう分類の仕方をしますね。そうすると一緒に打てて、まあそうですね、はい、はい、あの捨て牌傾向が分かるっていうか、はい、完了数引き入れました。ある程度相手のやってることがね、はい、分かるようになるんで。この A2 リーグだと本一大好きは山田プロだったり、そうですね、山田さん、まあ本一は大体みんな好きですけどね、はい、うん、あとは猿川さんの結構ちゃんたとか純ちゃん好きみたいな、ね、そういうのもありますからね、はい、はい。さあ柴田はドラ、あ、マンズがちょっと切りづらいでしょうか。マンズと何も切りづらいんで、はい、もうちょっとやめ気味ですよね。古橋がマンズが余った形です。実際はイーシャンテンですが、宅内ではもうかなり雰囲気が出ているでしょうか。ジーマンから切り、縦は見ませんでした、はい。天敗ならばと3番切り、はい、これは強く見えます。南端期南はここに統一、ずっと関数層明かし。さあ見る選手柴田も見なきゃいけませんね。さあ本一役配ドラ1、はい、何1枚いますか。はい、残されています。そして関連層に証が変化しています、はい、この嘘も強いですよ。強く見えますよ。みんな強く見える。どうしましょうか、押し込まれちゃいましたね。、はい、結局三浦さんがさすが、ね、にポンかな。古谷さんも次ははい、もう順目が、はい、あと2順ほど。想像も切りたくない、うん、来た。おお、来ました。ウッパーマン天敗64。本一の天敗天パネです。あー、フリテンか。はい、イースは三面ちゃんのフリテンの方にするのか。南端期南端期継続柴田、うん、マンズだマンズ。リャンはリャンマンはセーフだけど、すごくないですかこれ。3万最終出だしですよね。うん、ただ微妙なんですよね。古橋さんが辞めてる可能性もあるんで。なるほど、はい。あ、柴田さんの3万に合わせてパーマンツモ、嬉しいね。これはこれだと満貫。本一ツモ24,000のツモ上がりです。古橋これでまたトータルをプラスに戻して、はい、息を吹き返した。はい、いけそうですよ。まだこれでも一応一人沈みなんですね。あ、そうですね、はい、はい、ただ接戦になりましたね。はい、
何曲に入ります？ドライピン、いいじゃないですか。ダメです。ミサシ、ピャン反訳はできるか、回り次第ですね。はい、あとは回り次第ということで、まずは柴田、なんちゃの柴田は一面2、続いて明石、3色は見えています。そして三浦は動けそうな手配ではありますが、順が統一でした。まあ、横一線ぐらいじゃないですか。誰が突出してるわけでもなく、手配的には、はい、打点もそんなにですかね。そんなでもないですね。三浦さんに一品とか重なるとチャンスですけど、ドラですね。ドラは残り山に3枚、はい、ベンチ数引きましたよ、はい、これでもう3面2。あ、これさすがに親が速くなりましたね、はい、スピードは古橋が圧倒しています、はい、さあこちらも前進明石、柴田はどうか、現在トップ目。さあ一通が見えてきました。うん、飛車チキも見えるんですよね。はい、両天秤ですか、はい、のらりくらりとやってまいります。両方狙っていいシャンテン、さっきものらりくらりと結構言ってましたからね、はい。さあここは数万つもぎり考えましたが、先ほど切っています。裏手牌の伸びが悪いです。さあこれは残しておきたい牌、はい、ドラが1枚やってきて、残り山には2枚。ドラドラ、あードラドラ、打点が上昇したのは三浦です、はい、さあこちらはイーシャンテになった古橋、6万ですかね、受け入れますか。あ、急走でした。こうなると、はい、ローピン引いた時とか PF 崩れちゃいますけどね。そうですね、6万残し、はい、どういう思考が考えられますか。あ、分かんないですね。この6万残し、あ、うまくいった、くっつけてイーシャンテンの形。さあこれで柴田はイーシャンテン、ドラが1枚、ベンチ数引き入れた明石がリャンパーマンのピンフのテンパイです。これはサクッと上がるか。さすがにね、はい。キャーピーチ、おー、めっちゃうまい手順でしたね。はい、なかなかこれこのテンパイになってる人はいないんじゃないですか、はい、スッチーマンリーチピンフ。しかもこれリーチに行くっていうのが、あ、リーチだ。おもむろにつもぎりリーチリャンパーマンピンフリーチ、はい、子供のピンフリーチ、ピンフ対ピンフ、親にぶつけていくリャンマン、一発と言いたいところだが、ここのルール一発ありません。リーチピンフ2000点、屈辱の2000点払い、はい、ちょっとグッときます。いや、これ結構珍しいですよ。親に打って、追っかけリーチされて、はい、しかも子供の方はメンピンリーチね、はい、これは結構グッときますよ。なかなか読みづらいですよね。それは読みづらいっていうか、はい、舐められたり。まあ明石さん的には現物でもないし三面ちゃんで、はい、まあね、まあ、もう降りないから行こうかなと、うん、でもね、1000点の上がりを、はい、リーボー出して2000点にしてるだけなんで、まあ相手のメンタルはね、結構明石の上がりとなりました、はい、南三局です。いや、古橋さんの手順もすごかったですけどね、うん、これは面白い、宣戦布告ですよ、はい、古橋さんに。どのような今古橋さんの思いはいかに。さあ南発統一三浦です。こちらペイチュン統一ペイチャの古橋マンズの本質に一直線。三浦も相図の本質を見ているか、はい、古橋マンズ、はい、あーでもここいいですね、親の柴田です、はい、でもこちらも1つは見えてきました、はい、三浦が仕掛けを入れます。ただ想像の本一に寄せるので時間はまだかかります、うん、コンビーだー、結構これは難しい、イーシャンテンくっつきの形、三蔵も三腕も老僧も何でもあります、はい、イーペイ
コみたいか、はい、いいペコみたいんで、老僧は触らないですね。山荘の方を触っていきました、はい、あのなぜなら三浦さんが想像やってるからですね、はい、現状は想像かマンズのグッズ機です。こちら、いやこれまだやめてですね。ウッパワの延べ段変化とかあるんで、地震で3枚使いのスチソ、はい、南洋ビーフ、どういう変化が嬉しいですかね。ウーワン引きじゃないですかね、ドラ引きで、はい、もしくはパワーワン引きもリーチ打ちやつですね、はい、現在店舗入れているのは親の柴田、闇店中です。ただウーワン引いたら1回闇店で延べ段ウッパワンで回しとくと4、5、6、3色変化があるんで、お最高値が目指せるわけですね、はい、これは数層切るんじゃないですか、はい、あ切らない、かわし手には使わないってことですね。打点で勝負だと、打点で勝負、かかしこれで2ベンズですが、もうチーピーパーピーの部分を払っていきます、うん、かなり警戒している模様です。あ出た、スチッソ古橋から捉え切りました、はい、柴田の上がり単葉ピンフ2000点、ごめんなさい2900です、大変失礼しました。親番のレンちゃんです。柴田も6球間に変えていると古橋の数、まあ、そうですね、はいはい、捉えられてはいませんでした。ウーソー引きでもう一回変化させるのかもしれないですね、はい、2ペーコつけて、はい、古橋さんも親がないだけに2900という報酬が続くので、はい、ちょっと嫌ですね、はい、おーいい、また二面柴田の手配です、はい、そして明石ピンズが多い、おー多いですね。三浦は一面つ、はい、古橋なんが統一難入中、こちらが二面つの手配、ピンズに寄せたい、おー伸びた、チンズまで見ているか。若橋さんってどんな手役が好きなんですかね、はい、どうでしょうね、どうなんですかねあんまイメージ湧かないですね。関数層が入る柴田、でもなんか一気に寄せてるイメージもそんな、はい、そうね、やっぱこう見てると本一系は結構好きですよね。あーなるほど、はい、押しかけもできるし、はい、圧を重ねた古橋です。なお場に1枚見え、現在1万9100点です。どうしますか、古橋さんの立場だったら、はい、あと2局で、はい、今も泣いて2000点1000点レベル上がって、うん、そうですね、前回、まあ、23ポイント浮いてるんで、はい、まあ、23ポイント以内にはしたいなって思ってるでしょうね、はいはい、さっきと真逆ですもんね、一人行きが一人沈みになっちゃいましたね、はい、表裏になっちゃう、はい、ここはウピの統一に手をかけました。さあ、イーシャンテンの柴田、三面ちゃん、カンちゃん、赤石さんの手は2ピンチするかどうかぐらいですか。数ピンポンはないですか。数ピンポンもありますね、はい、うん、お、いい変化ですか。三面ちゃん、両面に来ましたよ、カンリャンピー入れましたよ、これでインシャンテン、これ一通もつくじゃないですか。一通ついてますよ今のところ。どうしましょうか、スーピンポン、スーピンはまあ地位もありますよね、柴田さんから出たらね、そうですね、はい、何、あー、これ広い広い広い、ちょっとこれ、これはどう、なんだなんだ、これ今のところ一応三ピンのくっつけですか、はいはい、サブローピンのくっつけみたいな感じ、かしこまりました、はい、サブローキューピンのくっつけか、はい、捨て早もでもそんなに怪しくないですよね、はい、1から9まで全部テンパイか、うわー、はい、明石が怪物手を入れております。きたきたきた、こちらテンパイスッチピン、サクッとかわすか単語です。スッチピンちょっと弱いね、弱い弱い弱いめっちゃ弱いでもスーピン1枚チーピンも、あ、ウッパーピンもテンパってるね、1枚ウッパーピン、柴田がテンパイピン振る、ウッパーピン、そこに古橋は仕掛けを入れて、ウッパーピン、スッチーピンが当たりになってて、はい、はい、ピンズの陳逸が1人、ピンズ対決の中、古橋がマンズで制するか、最終手出しが白に、赤石さん、リャンピンは地位かな、したいですね、はい、リャンピン地位したらイスチーピン、はい、
ルーピン言ってる。ドンキに。あ、リャピンチーだ。リャピンチーだ。イスチピン。イスチピン。わかりやすい。イスチピンで。流されちゃった。だって、だってリャピンが出てくるんだもん。タイヤをつも。500戦、600戦、100。激痛だね、これ。激痛です。一人上がりを潰して、先輩だったら。最後のスーピン。はい。激痛ですって。激痛。え、でも瀬戸熊さんでも泣きますよね。泣かないんですか。いや、まあ本当に調子よければ泣かないですけどね。が声出ちゃいますね、あれは。でもリャンピンだけは動きそうですね。はい、はい、で三面ちゃんだし、はい、いいかなって。だそのイースーチーピンがそんなにね、はい、あのね、はい、優秀じゃないっていうか。はい、あ、明石上がれず三浦が上がってオーラスを迎えました。難4曲に入っています。汗出ました。ちょっと三浦の手配悪い。現在は古橋の一人沈みの状況です。ゼロメンツ、明石一メンツ、はい、さあ古橋ランカン受け側ができます。柴田はチューンが統一。ランマンが縦に来た。明石どうなっていくか。ドラのスーピンは古橋そして三浦が1枚ずつ。ソーズで一メンツ構成、コンパスを引き入れました。さあ古橋にとっては一人沈みは避けたい状況、はいね、ちょっと避けられない状況になってきますよね。ちょっと厳しいですね。手配はこちら。明石さんが、はい、3900オールっていうと、はい、古橋さんは100点助かる不思議な展望。払い支払いするけど支払いサンキュー払うんだけど、はい、順位点が4000点助かるんで、100点儲かるっていう話ですね。まあそのまま終わればですけど、はい、三浦が沈みになるのでと、はい、三浦がそうですね、三浦さんが沈みになるんで、はい、こちらチートイツのイーシャン点です。さあドラがスーピン、順目は中盤に入りました、はい、古橋単品系でドラも1枚1326引くと、はい、明石さんが配置限定割りますね。それがベストですかね。まあそこは狙いでしょうかね、はい、まあ、3級のリーチ打つのが一番いいですかね。そうですね、まあ、3級は見えそうな手配になっています、はいはい、もしかしたら2000、4000もあるかもしれません、うん、はい、現状イーシャンテン、カウン1、6級走、ここに馬2枚、チートイツイーシャンテン進みたかったですね。はい、チューンを残したんですね、はい、ポンだ。柴田がチューンのポン、これでチューンがなくなりました。泣いてイーシャンテン柴田、柴田は3万6000点のトップ目。これでチューンがなくなったので、ただ難は不利点です。古橋さんこのまま終わると1回戦の貯金がなくなりますね。ゼロに。 11.5 は 23.5、はい、マイナス。じゃあマイナス 0.3 ですね、はい、です今日の1日の今のところね、はい。柴田が欲しいのはチーピンとチーマンです。あ、チーだ。これは注意してテンパイが入りました。まずは柴田にカンチーマン、はい、宣伝のテンパイ。柴田さんも怖い仕掛けですけどね、はい、思い切ってきましたね。親の現物ではあります、はい、チーマン残り山に3枚。おお、3山、はい、引き算、引き算そのまま目に見えた枚数で残っています、はい、うわー、300、500のつま上がり。最後は2回戦柴田が上がりを決めて終了となりました。さあこれでトップを守りきった柴田、2着には三浦、3着明石、
4着一人沈みで古橋となりました。続いては3回戦をお届けいたします。